佐藤大和は、地方競馬の大井競馬場、竹地和夫級者所属の元騎手、調教師である。勝負服の柄は紫、同袖赤日本林。東京都出身、血液型大型。1988年1月24日に、地方競馬騎手免許取得。同年6月16日大井競馬第3競争、グレートギアツピーで、初騎乗初勝利。 1996年第47回全日本3歳優勝をオグリダンディで勝利し、重賞初制覇。1998年第9回トゥインクルレディ賞をクリオネーで優勝。1999年地方競馬通算200勝達成。2007年5月16日付で騎手引退。 地方競馬通算成績3849,264勝2着288回、3着293回、勝率6.9%、連帯率14.3%中央競馬4戦0勝二千2007年12月19日調教師試験に合格し、2008年1月1日付で調教師免許取得。同年6月1日に旧社会用。 当初割り当て馬房数は12。2008年10月26日第12回大井、競馬1日目第8競争 C に4組国組条件戦を、的場文みを機上ブライダルサンデーで優勝し、28戦目で、急社初勝利、9頭立て2番人気。2009年4月24日付で、堺共同トレーニングセンターに3馬房の、外馬屋認定を受けた。大井の市村誠。 佐藤大和町教師が開業ダッシュ NETKEIBA.com 認定9社の認定について TCK。ありがとうございます。